京都の昔話より寒山石藤原氏が菅原道真を滅ぼした後都では藤原の時平が栄華を極めていましたその年の夏はいつもと比べ物にならないくらい厳しい暑さでしたがその中でも 際立って暑いある日先ほどまで晴れ渡っていた空が一瞬のうちにかき曇り薄暗い中を激しい大稲妻が暴れ出しましたそしてその大稲妻を追いかけるようにものすごい音をさせて雷が鳴り響きます下々もものもとはもとより 宮中の身分の高い公家たちでさえ恐ろしさに身を縮み上がらせながら上を下へと大騒ぎ運の悪いことに雷の方も皆の流れにぴたりと合わせたかのようについて回るのですから黙まったものではありません女子どもは泣き叫び男どもは我先に逃げ回ります 皆のうろたえぶりを見ていた藤原の時平は内心の恐怖心をぐっと抑え「間もなく雷も収まろうほどに皆の者静まりなさい」と申し伝えましたが雷は一向に衰えを見せずあろうことか西の空からも別の雷が登場するに至ってはさすがの時平も我慢ができなくなり「誰か助けてくれ」 と悲鳴を上げて踏み机の下に潜り込んでわなわなと震えておりましたするとどうでしょうそんな時平の様子を待っていたとばかりに雷は鳴りやみ石とかして杜氏の方向に落ちていきましたそれを見ていた人々は「これは道真のたたりに違いない」 恨みが深すぎて成仏できず雷となって天罰を下しにやってきたのだとささやきあいました二つ目の雷は道真の助っ人に現れた閑散和尚のようでしたそれから間もなく時平は亡くなりそれ以後その石のことを閑散石と呼び今でもその石に触れると よくないことが起こると言い伝えられているのです。おしまい。